本日は薄墨色と黒で竹の絵を描きます。まず薄墨をさらに水をつけて薄くして、これを真横に持ってくる。このまま下から上に、下から上に、下から上に、竹の節がありますので少しだけ離す。あんまり離しすぎないようにしてください。もう一本、3と書いていきます。この幅で書くからだいたい竹の幅うまく同じ幅で出ます。でこれが終わってから次に節ですね。節を書きます。ここに添えて、横にこう、ここに添えて、まあ、この時に少しぐらいこう歪んでも構わない。添えて、ここに添えて、こちらに行く。添えて、こちらに行く。こう、この線は歪む方が竹らしくなります。次にこちらが同じようにこう行く。ここあんまり離さないようにして、こう、その下もこう左へから右へ、こう、これも左から右へですね、右へこういうふうに、そうすると竹の節ができます。次に竹の葉っぱを描きます。葉っぱはまず左に一本、ちょっと左下にもう一本で、右下にで、ここで三つまでこう描いて、四つ目を少し下げてこう描く。でこれが一つの形、四つが一つの形。これを覚えて1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4と、1、2、3、4とこう書いていくと、だんだん竹らしくなります。ここにも1、2、3、4と書きます。でこの ここにも1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、ここで少し枝を、こういう具合に出しておく。清らかな、竹。成竹、あり、清らかな竹に成竹趣ありですね。こういうふうに作品ができます。でこう作品が出来上がったら、この辺に名前を。書いて、描くと書いてもいいんですけども、字もすべて書いたので、そのままで、ここに、ハンコを押して